さあそしてその岡崎がベンチコートを脱いで交代のところに入ってきました。この全国大会の抽選会の翌日に右足の甲の疲労骨折、全治4週間と診断されました。そしてジョギングを始めたのが10日前、そしてシュート練習を始めたのがなんと3日前なんです。いやーきついでしょうね、はい。まあ、将来のある選手なのでね、やはり無理はさせたくないという気持ちも強いでしょうけどね、黒田監督としては。田中さん、はい、こちら滝川第二応援席なんですが、その岡崎選手のお兄さん高弘さんが来ているんですね、はい。先ほど水沼さんからも無理はさせたくないという話はあったんですが、逆に高弘さんは今この舞台だからこそ出たいんじゃないか、怪我を押してでも出たい、負けん気の強さが彼の持ち味だということを話していました。その国立一生、自分も叶えられなかった夢もその弟の岡崎選手に託して応援しています。これまで2大会で5つのゴールを挙げています岡崎慎司。今年は最後の年、得点王を狙いたいんだとそう話していました。さあ星稜チャンス、さあクロス上げた、速いクロス、ここはディフェンスにかかります。そして責任感の強いキャプテン岡崎、実は立候補をしてこのキャプテンになっています。僕は言葉でうまく言うことはできません、でもプレーでチームを引っ張りたい、その岡崎がついにピッチに入ります。2点を追いかける滝川大に、これからキャプテン岡崎がプレーでチームを引っ張ります。選手権大会最後の年、今年の目標は国立での勝利、そのためにここで負けるわけにはいきません。右足の疲労骨折、その怪我をしてこのピッチに立ちましたキャプテン岡崎慎司。星稜高校が2点をリードしています。さあコーナーキック、蹴るのは10番の本田、そしてゴール前175センチの岡崎、身長はさほどありませんが非常に強いヘディングを持っています。さあここはゴール前、さあ3番左サイドバックの村上のクロス、ファーサイド森島シュート、ゴール、岡崎です。疲労骨折をしての出場、岡崎のゴール、キャプテン岡崎意地のゴール。いや執念感じますね。これで選手権大会6ゴール目、左サイドバック村上のクロス、森島が折り返したところ、得意のヘッドで決めました岡崎、これで1点差。さあこれで勢いを増してきます。田中さん、はい、滝川第二高校サイドのベンチからはね、黒田監督、さあこれからだと大きな声が2回飛びました。田中さん、はい、滝川第二応援席ですけれども、その岡崎ゴールを決めた岡崎君のお兄さんはですね、2年前ともに国立競技場のピッチで弟さんと戦っているんですね、一緒になって、はい、そのお兄さんもですね、このゴールを見てまだまだいける、逆転できる、そう話していました。やはり後半から森本、そして岡崎が入って滝川第二に勢いが出てきました。9番岡崎慎司のゴール、滝川第二の3点目。この岡崎は実は小学校3年生からダイビングヘッドの練習をしてきました。どんなに低いボールでも足より先に頭が出てしまうんですと本人はそう話しています。田中さん、はい、通常選手の、ね、練習用の T シャツの後ろには名前が書かれているんですが、岡崎の背中にはダイビングヘッドという英語です。それだけ気持ちでゴールを奪う選手岡崎です。はい、星稜高校応援席にはですね、去年の OB 名古屋グランパス20歳以下日本代表の豊田洋平選手が応援に駆けつけているんですね、はい。卒業以来久しぶりにチームを見るそうなんですけれども、ここまでの戦いぶりを見て、まずまずでも失点はいらなかったなとちょっと悔しそうな表情を見せていました、はい。本田選手については僕がどうこう言うまでもなく、いい選手ですよ、そう話していました。
星稜高校の10番本田です。本田が倒れています。足つったんじゃないですかね。さあスタミナが課題と言われていた本田なんですけども、足をつったんでしょうか。さあ左足を伸ばしています。前に送ります。さあ今度は星稜、さあチャンスになるぞ星稜。さあゴール前だ、シュート、これはバーの上。さあ岡崎の最後の選手権、これで全ての都市ゴールを決めています。しかし岡崎の目標はまだその上にあります。ここで負けるわけにはいきません。滝川第二高校、さあほとんど時間はありません。前に長いボール、さあ選手が走っていく森本。さあ森本ボールを取った、チャンスだ、シュート、この日キーパー弾いた、決定的なチャンス、滝川第二高校。さあ8番のタミヤ、ここでホイッスル、2回戦屈指の好カード、優勝候補同士の対戦は滝川第二を星稜高校が破って3回戦進出を決めました。解説の水沼さん、はい、すごい試合でした。本当そうですね、はい、まあ、両チームとも攻撃力があるということで、まあ、すごいいいゲームになるなとは思ってたんですけども、本当にゴールを貪欲に狙う姿勢が選手一人一人からも見れましたし、はい、それぞれの選手がやっぱりいろんな個性を持ってるなっていう、はい、チーム同士の対戦でしたね。ですからやっぱり面白かったんだと思いますね。まあ、特に滝川大には怪我人がありましたが、はい、途中から出てきて森本、そして岡崎、きっちりと自分の力を出しました。いや本当そうですね。そういう、まあ、選手一人一人のプレー、そしてそのメンタリティ、本当にいいチームを作ってきたなというふうに思いますね。そして注目の星稜高校10番本田、2ゴールを決めています。まあ、プレッシャーを自分にかけてその中で結果を出すというのは非常に大変なことなんですけども、それに十分応えるようなプレーを見せてくれたと思いますし。